地域おこし協力隊の仲間の話を聞くと意外と不安がっているのぼです。現在協力隊としてですね、3年目のシーズンを僕は過ごしております。一昨年のね、4月から、着任したので、あと半年ぐらいで、もうねおしまいと、協力隊としての期間は満了ということにねなるんですけれども、最長3年ということでね、決められているので、はい。で、最近ね、まあ、うちの町にもそうだし、他の地域、近隣地域にもですね、まあ、最近というか、まあ、常にこう、人が入れ替わっている状況、ね、いろんな人がこう、着任したりだとか、まあ、卒業したりだとか、ね、まあ、あるいは、他の地域にね、その任期の途中で移ったりとかですね、まあいろいろあっていいなと思いながらですね、1年目の退院というか、まあ2年目も含めかな、結構ね不安がっているなっていう印象なんですよね。僕の周りがたまたまそうなのかもしれないけれども、例えばうちの町1年目の退院がね3人いるんですよ。そう、今年度一気に3人入って、で昨日たまたまというか研修をね受ける機会があって、三郷町独自で研修をお願いしていてですね、民間企業に。でそこでこう対話するというか、こうみんなでこうワークショップやるっていうような、そういうですね話、そういう流れだったんですけれども、その中で協力隊ちょっと不安なんですよねみたいな、まだ来て1ヶ月とかの人が、将来ね、まあ3年後仕事ないんで、みたいな、ね、どうなるか、みたいな、ちょっと作っていかないとやばいんで、みたいな、すごい不安があってて、で、それにこう、1年目の仲間もですね、あ、わかりますわかります、みたいな共感しているわけですよ。うん。で、思ったんですね。はてと。僕はそうだっただろうかっていうかですね、はい、僕は、そんなに不安じゃなかったよなっては思ってますね。まあそんなに考えてなかったんでしょうね。だから良くも悪くも今しか見えてない状態で、でもなんかそれはそれで楽しかったというかね、やるしかないなと思ったし、やりたいことやれるんだなとも思えたし、だからなんかすげえ不安だってんなと。もちろん分かりますよ、その職がないっていうかね、どうやったら食っていけるのか、それも確かに考えることとか、まあ、家族とかいればね、その人にもちろんその責任を伴いますし、でもそれも踏まえて来るわけじゃないですか、協力隊として移住するわけで、だからな、まあその人自身の考えとかは変えられないのもちろん分かってますけど、僕はもっと楽にやっていいんじゃないかなと思うし、今頑張った先に未来があるんじゃないかっていうタイプなので、僕は、なんか実際来年度ね、協力隊終わるんですけど、今年度で終わって、来年度また別の肩書きというかですね、まあ協力隊ではなくなるわけですけれども、またね新たな道が開けてきているので、そう自分がねありたいようにあるというか、自分がこうアクションを起こしていればしっかりね、でそれを見てくれる人がいるし、なんかそうやってこう未来って開けるんじゃないかなとか思ったりですね、まあなかなか難しいと思うんですけど、この辺の考え方は人によるんでね。ただそう、昨日通じて、いや結構不安がってんなと思いましたね、という感じで、はい、お帰りのぼでございます。どうも現在9月の13日金曜日でございます。今日はね、まあ平日なんですけれども、僕は夏季休暇をいただきました。はい、夏休みですね、一応ね。なので今はちょっと県内ドライブ中でございます。仙台の方にね、行こうかなということで、国道を走らせているところなんですけれども、はい、今回もどうぞよろしくお願いいたします。それではスタートです。
どうも改めましてのぼでございます。僕はね、先ほども申しました通り、おととし2022年の4月より、地元のね、宮城県三郷町というところで地域おこし協力隊を務めております。約7年ぶりの U ターンでございましたけれども、この番組ではですね、そんな地域おこし協力隊のこと、地域のこと、移住のこと、U ターンのことなどなどですね、ヘラヘラペラペラと話しております。ということで、まあ、あっという間に今週も終わるんだなというところで、まあ、もう終わったって感じですけどね。休み、今日から4連休ということで、僕はね、一応そうなんですけれども、まあ、それでもね、やることいっぱいあるんで、仙台の方にドライブ行きつつですね、スターバックスとかに入って作業できたらななんて思ってますけれども、いやー、もうね、9月もう中旬に差し掛かっちゃいますね。あっという間ですね、本当にね。宮城県というか、ここね、三郷町、宮城のね、県北の方に位置しておりまして、平野部に当たります。はい、急にで三郷の説明をしてますけれども、沿岸部というよりかは平野部で、はい、面積のね、約7割が田畑と言われているですね、非常に平坦な、はい、海も山もない町でございますけれども、そんな三郷町なんですけれども、やっぱ暑いですね。はい、まだまだこう30度を超える日があって、まだまだ夏服で過ごしているというような状況。でもいいですよね、それはそれで、はい、楽ですし、洗濯物がさ、やっぱ1回のなんつうの、ポロシャツとさ、ソックスとかしかさ、まあ、ボトムスもあるけどもちろん、ぐらいしか洗わないからさ、そう、冬はやっぱね、ヒートテックとかいろいろシャツとかいろいろこう洗濯物、ね、洗濯機に対してかさばるよなとか思っちゃうんで、はい、あとあれですね、乾きますね、洗濯物がねすごい夏の話をしてますけれども、そう、乾くから、回転がね、いいですね。はいはいはい、そんな感じで今もね、9月なんですけれども暑いというような状況、まあ、東京とかもきっとそうですよね。僕はね、その移住前は、 U ターンする前は東京で暮らしていたんですけれども、まあ、そんな感じでございます。で、今週というか、まあ、最近のね、最近感じたこと、気づいたことというかですね、前回のラジオで企画力と実行力みたいな話をですね、させてもらいました。先週末の、先週の土曜日か、そのラジオは確か日曜か月曜に撮ってるんですけど、先週の土曜日に、同じね、地域おこし協力隊の仲間が、まあ、主催というか企画して、イベントが町内でね、行われたんですけれども、そのね、イベントを通じてやっぱ企画力と実行力、まあ、あるいは人間力って違うんだなということがですね、分かったと、それに気づいたって話なんですけど、それをね、まあ、すなわち企画力、こういう企画やりたいよねとか、こういうのあったら面白いんじゃないかっていうような、なんかこうアイデアを膨らませる力と、その膨らんだアイデア、浮かんだアイデアというものをどのように落とし込むか、はい、どうやって、理解を得るか、合意形成取るかっていうですね、まあ、地域ならなおさらみたいな、なんかそういうふうに、それとこれとは違うよねっていうふうな、結構気づき、大きな気づきを得たのが前回のラジオというかね、今回のイベントを通じて感じたことなんですけれども、で、今回のラジオなんですけれども、なんかそのイベントを、またそのイベントに関連する気づきなんですけれども、やっぱね、スタンスって伝播するんだな、伝わるんだなというのが、新たな気づきとしてありましたね。僕個人のですね、イベントの関わり方でいうと、当日のスタッフだったんですよ。本当に当日だけ手伝うっていう感じで、実行委員でも何でもなくって、はい、そのね、主催している協力隊から声をかけてもらって、で、当日のブースですね、ある一角、そのイベントのブースの一角を、まあ、担うっていうかね、それでこうお客さん対応したり、あとは外からのね、主催っていうか、なんつうの、出店者の対応したりするっていうような役割だったんですけれども、でもですね、当日のオペレーションがいまいち分かんなかったんですよ。簡単に言うとというか、
これ別に悪く言いたいわけでもないし、告発したいわけでもないんです。単なるこう気づきというか、その事実として聞いてもらいたいんですけれども、事実というか僕の解釈も含めね、聞いてもらいたいんですけど、オペレーション、そう、当日の、運営の方法とかですね、備品の、例えばあるじゃないですか、備品の設置場所とか、ね、コーナーの進め方、そう、ブースの進め方とか、なんかそういうのが不十分だったんですよね。その、当然イベントの前日、いや、前日のところじゃない、事前に伝えておくべきところなんですけれども、それがね、わかんなくって、そのオリエンテーション、ですよ。だからその主催の協力隊から他のイベントスタッフ、当日のスタッフに対するオリエンテーションが僕は不十分だなと感じたんですね。これどうなってんだろうっていう疑問がもう止まらなくってあれこれ大丈夫かっていう風になってたんですね。でもちろんその分かりますよ、分かんないことあったら聞けよっていうね、僕もそう思うタイプなんで、はい、なんですけど、そのオリエンテーションがあったのがイベントの1週間前で、であこれやばいなってなって、はい、そのオリエンの内容聞いて、うんってなって、不十分だぞってなってですね、でそっから何が不十分かわからないわけですよ、その瞬間では、そのオンタイムではね。だから一旦僕も持ち帰ってというか、まあ、結論聞いたんですけど、そうそうそう、で1週間前にオリエン受けて、多分 4,5 日前に僕は LINE でまとめて聞いたんですよ。これどうなってるんですかとか、ね、どうやって進めたらいいですかとか、なんかその時の疑問をね、バーってこう LINE で、確か5ぐらい項目あったかな、5つぐらいあったんですけど、それをまとめて送って、で、その返信があったのが前日っていう、イベントの前日っていう話だったんですけど、まあ、とりあえず聞いてはいたという感じです。聞きました。はい。だから分かんないかったから聞きましたって感じなんだけど、でもまあ、前日に来るものも、なんかね、まとめてドンって来たんですけど、ワードの中にまとめられてきたんですけど、なんか、へーって感じ。まあでももう前日だからさ、どうしようもねえなっていう自分もいて、そう、しのごの言ってらんねえんだなって、もう、明日ね、イベント当日を迎えるしかねえんだな、みたいな感じではあって、ああこれね、事前に断っておくと、その主催の協力隊との関係性は全然悪くはないです。はい、普通にいつも同じ事務所で過ごしてますし、まあやることはね、当然タスクとかやってる内容は全然別々なんですけど、毎日こうまあ挨拶するしとか、ちょっとこうね会話したりもするんで、全然関係性は悪くないんですよね。うん。だからこそだったのかもしれない。そういうこう人間性を少しこう分かっていたからこそのなんかこう諦めとか不十分だなとかですね、なんかそういう話だったのかもしれないけれども、でそうそうそう、スタンスがね、その考え方が伝播するって話なんですけど、そうでそう前日でも、つまり情報というか僕のなんつうの、よしこれで明日迎えられるぞっていう感じではないんですよ。え、これ明日どうなるのか、大丈夫かなっていう、そういう感じ、で不安なんですよね、めちゃくちゃ。でそれが、その感覚、その思いが大きいとですね、どうなるかっていうと、人間、あ、とりあえず俺のとこだけでも頑張ろうってなるんですよね。まあ人間っていうか僕はそうなったんですよ。OKOK と、そっちがそのつもりならじゃないけど、まあいいわ、不十分は不十分でしょうがないと、僕が分からないことがあってもしょうがないし、確かに当日迎えないと分からないこともあるっていう、やってみないと分からないこともあるよねっていうふうになって、これは僕個人の話になって、でその先にあるのが、あ、じゃあとりあえず俺のとこだけでも無事に終わらせようっていう、それを祈ろうっていう、事件事故ないようにというかね、トラブルないように、なんとか乗り切ろうみたいな感じになるわけですよね。で当日、まあ、前回のねこのラジオでも言ったと思うんですけど、無事に、まあ大きなトラブルというかね、僕が目に見える限りでは、まあ、特になく、僕が対応した限りではね、そうそうそう、そこまでの大きなトラブルはなくね、終わってよかったなと、その不安から安堵に変わったって話だったんですけど、
でそれで気づいたのがというか、あの前日というかその主催前日じゃないです、あの主催のスタンスですよね。はい、あの主催側がやっぱりねこっちへの配慮が足りないんですよ。これはね、あの分かってますよ、その人柄は分かってるし、そんな人じゃないというか、なんつうの、そんなにこう悪い人じゃないっていうのは分かってるんですけど、あの結果だけ見るとね、そうそうそう、オペレーションが不十分であるという結果だけを見るとこっちへの配慮が足りないんですよね。うん、こっちっつうのはその主催以外の自分以外の、ね、主催の立場からしたらね、主催する自分以外のその手伝ってくれる人、スタッフへの配慮ですよね。そう、この人にはというか、ここのスタッフになる人にはあのこういう情報を渡した方がいいんじゃないかとか、こういうふうな相談をした方がいいなとか、あのなんだろう、もっとこう細かなオペレーションってできる、まあね、もっともっと僕はできたなと思っているし、実際不十分だったなって感じる僕がいるんですよね。で、その結果から見るにやっぱりね、あのその主催があの自分のことを考えてるんですよ。そうそうそう、他人のことは考えてなくて、あんまりね考えてなくって、主催側が自分のことを考えているというかね、そう、他人への配慮が足りないっていう状態があるんですよね。ってなると、その僕がその当日とか前日にあの覚えた感覚ね、自分のとこだけでも頑張ろうっていう、その自分本位のあり方っていうのは僕は主催からいただいたものなんだなっつうか、いや逆だな、なんつうの、その主催側がこれあれね、悪く言ってるわけじゃないんですよ。これはなんか面白い気づきだったなと思ってシェアしたいんですけど、そう、あの主催側がやっぱ配慮足りねえなとね、配慮足りないってなると、そのということはつまり自分のことだけを考えていると、自分のことばかりを考えているっていうような、あの結果があると思っていて、でだからこそ僕自身もそのね、その姿勢とかその言動があったからこそというか、僕自身もその影響を受けて、あの自分本位になったのかなって思ったんですよね。そのブースだけを守ろうっていう、そのイベント全体とか主催のこととかは、まあ、さておきというかそれどころじゃないから。だって僕はさ、この自分が任されたポジションがあって、でそれがもうなんかもう分かんないから、情報足んねえから、だから不安なんですよ、とりあえず これなんだろう、自分を正当化するっていう意味でもなくって、なんか単純にそう思ったって話ですね。そうそうそう、別に誰かを攻撃したいわけでもなくて、誰かから自分を守っているわけでもなくって、単純にそう思ったっていう話なんですけど、いや本当ね、あり方って伝わるんだなっつうか、スタンスってね、まあ類を友を呼ぶって本当に、なんか僕が誰が考えたんだろう、こんな素晴らしい言葉って思うんですけど、本当にね、その人のあり方とかって伝播するなっていうのがめちゃくちゃ分かった感じになってます。で、あの結構当日スタッフだけのイベントの関わり方とかって、あの結構協力隊、うちの地域だけじゃなくって、いろんな街であると思うんですよね。なんならこう実行委員的に、まあ、イベントにこう関わることで、あの、ね、企画、それこそ企画力とか、なんか実行力とかを学べたりとか、それを通して人とつながることができたりとか、なんかそういうこういろんな、まあ、いい面があると思うんですけど、イベントっていうのはね、まあ、その中で当日スタッフという役割も何度か僕はあの経験してきてました。まあ、だからこそ、あの今回のイベントのオペレーションがちょっと不十分だなとか、なんか大丈夫かなみたいな風な感覚があったんですよね。そう、他のイベントはもっとこう、なんだろうな、すごい細かに、なんならオペレーションが組まれていたりとかですね、あの交番表みたいなのがあったり、なんつうの、交番表っつうの、なんか何時に誰々が何するとか、そういうのをこう組んでくれるところもあったり、まあ様々あっていいと思うんですけど、単純にそういうこう複数経験しているからこその今回、不十分だなとか、なんか大丈夫かなみたいな、そういうこう経験もあっての
感覚だったっていうね、そういうのもあるんですけど、とりあえずね、いや面白かったですね。あの昨日一昨日気づいたんですよ、これなんか引きずってて引きずってるほど考えてねえか、なんかふと思って、うわなんかあのイベント大変だったなみたいな。でもなんか自分本位になっていたことに、でそれはやっぱ主催からの影響を受けたんだなっていう感じですよね、うん、僕自身の欲というか希望をね言っておけば、やっぱりこうイベント全体のことが分かって、そうあの主催実行委員との関係性とかもあって、あじゃあこの人たちのためにじゃないけどさ、なんかそこのこう一角を僕は任されてるんで頑張ろうと、ね、あのお客さんから聞かれたことも実際あって、そうあの自分以外のさブースもやっぱ多くあったんで、その中でここ行きたいんですけどってどうやったらいいですかとかさ、なんかやっぱあれじゃないですか、あのイベントに来たお客さんならスタッフは一律で見るんで、それは当然ですよね、うん、でもあんま詳しく知らないんですよね、他のブースのこととか、そうそうそうもっとこう全体的にこうね、あの思い合えたら、いやなんか良かったんじゃないかなっつうかね、それはちょっとこう変わったんじゃないかなって感じた次第でございます。まあね、わかりますよ、主催の方はね、そこまでオペレーションで時間取れないなみたいな感じで、まあ気使った可能性もあるのかなとか思うんですけど、僕はねただっていう感じかな。まあそれにしたってやっぱりどうしても足りないなって思えたんで、思える中でのそれだったんで、まあそうだなと思いましたね。なんか面白いなと思ったし、うん、自分が協力してもらう立場になったらどうなるのかなって、まあ改めてね、これまでの自分を反省しつつですね、今後の自分に対してですね、何ができるかなってこう問いをねいただけたような気がして、はい、非常に面白い非常に、別に悪く言ってないよ、はい、告発じゃないんで、はい、非常に面白い事例だったんじゃないかなということで、はい、シェアさせてもらいました。はあ、という感じ。これね、ノートっていうプラットフォームで、僕毎日エッセイ書いてるんですけど、そこにもね、ちょっとこう文章でシェアしてみたので、はい、よかったら概要欄にリンク貼っておくので、ね、ご覧いただけたらな、なんて思います。ということで、はい、今回は以上とさせてください。よし。では、また次回お会いしましょう。最後までお聞きいただきどうもありがとうございました。それでは。